複製された男は2013年のカナダ映画、ポルトガルのノーベル賞作家ジョゼ・サラマーゴの小説、複製された男の映画化。監督はドゥニビル・ヌーブ。ジェイク・ギレン・ホールがウリ二つの男を一人に役で演じた。ある日、何気なく鑑賞した映画の中に自分とウリ二つの 俳優を見つけた大学の歴史講師アダムは興味を持ち、その俳優、アンソニーの居場所を突き止める。その後、二人は顔、声、青年月日など全てが一致することを知った上、やがて、アダムの恋人、メアリー、アンソニーの妻ヘレンを巻き込み、想像を絶する運命をたどる。カッコ内は日本語吹き替え2013年9月8日、トロント国際映画祭で上映された。 カナダ国内では2014年3月14日に公開された。カナダスクリーンアワードで最優秀作品賞、監督賞を受賞した。日本では2014年7月19日に全国公開された。映画のレビューを集積するウェブサイトロッテントマトズによると、80個のレビューのうち75%が好意的な評価を下し、評価の平均は6.5、10だった。 複製された男というタイトルであるが、実際は主人公の潜在意識を通して男女の愛を語る作品である。ありがとうございます。